豆田です。はい、今日はですね、私ジャンクフードがすごい好きなんですよ。皆さん知ってると思うんですけど、1週間のうちにジャンクフードを食べる確率が週7だったら週5ぐらいジャンクフードなんですね。まあ、3食食べるっていうわけじゃなくて、まあ、基本的に前も言ったかもしれないんですけど、1日1食か2食しか食べないので、その片方がジャンクフードっていう、結構そういう食生活が本当に横行していて、でね、一度はそのちゃんとジムに行ってダイエットをこうやってグッてしたんで、食生活もそのジムの人がね教えてくれる食生活にしたから、まあ、なんとかこううまく生活してたんですけど、今ジムにも行かなくなって、お家での時間が増えたことによって、そういうやばい食生活が続いていて、まあ当たり前のように太ったんですよ。はい、皆さんすごいさ、なんか顔がこけてるからご飯食ってくれみたいなことを言ってくださるんですけど、多分単純にそのジャンクフードを1日1食食べてるとこういう顔になっちゃいますよって話なんですよ。もうやばいなと思って、本当リアルにうちのね親とかによく電話するんですけど、電話した時に、いや野菜をとにかく食べた方がいいって話になったんですね。で別に野菜全然嫌いじゃないんですよ。野菜嫌いじゃないんですけど、私はもう本当好きな時に好きなものを食べたいタイプなので、もう好んで野菜をバリ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 ボリ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 ウサギのように食べてくださいっていうわけにはいかないんですよ。バランスよく食べるっていうことをしないので、なのでもうちょっとこう本当にまずいと思って、あるものを買いました。でこうもう親に勧められて、こういうのあるらしいよって言われて買ったんですけど、ちょっと待って持ってきます。はい、こちら、これ何、これホールスロージューサー、まあ、ミキサーです。要はミキサーを買いました。で、普通のミキサーと何が違うかっていうと、普通のミキサーってもうめちゃくちゃこう回転率上げてめっちゃ急いでこうやって物を砕くじゃないですか。でもこの子はほんと時間をかけてゆっくりゆっくりこうやってグーって野菜とかを絞ってくれるので、摩擦で酵素とかが普通のミキサーだと失いやすいんですけど、この子はもう酵素とかもそのままもう栄養価をそのままジュースにしてくれるみたいなものを買いました。これいくらだと思います？これ5万します。高すぎ、高すぎるよ。もうこのままジャンクフードの生活をもう30まで続けるわけにはいかないなと思ったの。豆田はもうまずはこう料理っていうか、このジュースを自分で作ってそういう生活になれる、まずはっていうことをしていきたいので、ちょっと皆さん今日は私が初めてホールスロージューサーを使って野菜を大量に買ってきたので、それをジュースにするっていう動画を撮りたいと思います。ちょっとね前置きが長くなったんですけど、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。近いですよ。じゃあちょっとこの広いとこで開けてみようと思う。邪魔だな。これで来た。あ、ちょっと待って、優しい。レシピとか入れてくれてる。ちょっと見たい。しかも結構分厚くない？あ、すごい、嬉しいんだけど。これ通りに作ればいいんじゃん。すごいよ、これね。リンゴとかも、これさ、丸々入れていいんだよね、きっとね。ダメだわ、全然ダメだったわ。人参とかは、スティック状にカット。まあ、でも皮とかむかなくていいっぽい。もうやばい、結構難しかったらどうしよう。わ、すごい、いろいろいっぱい入ってる。クビンズっていうところのホールスロージューサーを買いました。クビンズがなんか一番いいみたいな感じで、いろんな口コミをねいっぱい調べて買ってみたんですけど、でかくない？ずいぶんご立派な。あーすごい、見てダイソン。これもうマジで部品1個でもなくしたら無理ってことでしょ。大丈夫かな。ということで、すごく様々な野菜を買ってきてみたんですよ、私。これを切ってジュースにしていきたいと思います。マルチビタミンジュース。わ、やっべえ色してるわ、これ。ドブみたいな色してる。で、今日、ジュースにする人が、小松菜とリンゴ、人参、まあちょっとオレンジかグレープフルーツどっちも入れようかなって思ってます。キウイ。ね、入れればいいって問題じゃないんですよって。いろいろ言われるかもしれないんですけども、まあ、ちょっと一旦お試しサイズ、こんな感じでね切っていきます。
人参もスティック状になってればいいらしいので皮ごと言っていいみたいですね。皮にさ、ほら栄養あるとかね、ありがちな、ありがちっていうかそれが本当なんですけども、それがリアルなんですけど、やっぱこういう私みたいなこうズボラな人は皮ごといけた方がありがたいのよ。でもさ、これをさ毎日切ることを豆田さんはできるんですかって言われそうじゃん。だから切っときゃいいんだよきっとね、まあ、前日の夜ぐらいの下処理ならズボラな豆田だってしますよ。リンゴぐらい剥けますか豆田もね。これの模様のさ、なんかさ、でかいさ、ビールジョッキみたいなの買おうかな。あのメガサイズのジョッキみたいの。ジョッキで飲まないか。どういうのがいいんだろう。はい、ということで皆さん準備ができましたよ。はい、私が今日飲む、ジュースの野菜とフルーツを切りました。まるでね、お馬さんのご飯みたいになってるんですけれども、ほぼお馬さんのご飯と一緒です、これは。ちょっと使い方をね、ちゃんと見ながら、ジュースを作っていきたいと思います。押しますよ。あ、緊張してきた。あ、危ない危ない。オレンジを入れます。確かに回転数が全然違うね。次キウイ入れます。小松菜入れようかな。人参も入れます。おー楽しいんだけど、やばい。これができたジュースです。ドブみたいな色してるけど、やばい、美味しい。わ、すごいわ。私これハマっちゃうかもしんない。これみんなやばいもん買ったかも。私めちゃくちゃ美味しい。なんかゆっくり絞ってるけどちゃんと繊維と分けてくれるから、ジュース自体はごめんなさいね、飲みかけなんですけどめちゃくちゃサラサラなんですよ。だから繊維とかも全く入ってない、ほんとサラサラのジュースって感じです。でこっちにね、絞った繊維たちがこうやって出てきてるので、これちょっとどんな味するのか食べてみていい？これやばいのかな、まあ、食べれなくはない。スムージーとかも作れるらしい、これで。うわー、ちょっと皆さんこれ私健康になっちゃうかも。ごめんなさいね、失礼しちゃって。少ないじゃん、こんな量しかできないのって思ったじゃないですか。私も思ったんですけど満足感がすごい。なんかやっぱ甘みも取れるし、あとなんか野菜の味とかも結構しっかりそのまま、何もお砂糖とか入れてないからしっかりするから、なんかね結構満腹感があるので、これと多分お水飲んだら全然本当に栄養的にも、あとなんていうの、満腹感的にもかなりいいんじゃないかなって思いましたね。こんな感じでスロージューサーを使ってで、ジュースをね作ってちょっと健康生活を始めようかなって思うんですけれども、まあ、今回は まずね初回としてこんな感じで、やってみましたっていうね動画で、ここからまずは1週間、体質改善をする動画を撮影していきたいと思います。体重とかもそうなんですけど、肌質とかもちょっとどうなっていくのかなっていうのが見たくて、あと体調の変化ですねを見ていきたいと思います。まあ今まで本当に毎日毎日ジャンクフード食べてた人がやっぱね野菜の生活に切り替えると結構やっぱり体の変化ってあると思うので、ジャンクフードこんな食べてたけど野菜食べるとこんな違うんだぜっていうのが見せられればいいと思っております。これも、まあ、立派な自炊だと思ってちょっと1週間頑張ってみますので、皆さんそちらの動画もぜひ楽しみにしててください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。まめだ頑張ります。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今回はですね、まあ、ゴールデンウィーク中ということもありまして、私のおすすめのディズニー映画をご紹介していきたいと思います。皆さんね、もう猫好きでしょ、もう猫大好きでしょ。その猫ちゃんたちがもうこう扮装する絵が描かれてたりとか、いやおめえじゃ入んねえよって言われながら
見てた記憶がありますね。はい。